本日もここトーラスビーチにエイジさんから呼ばれて来ております。先週は伝説のオンラインライブ、それから約1週間空けてまたこの海にエイジさんに呼ばれました。今日もサーファーがたくさんおります。ちょっと気温も下がってきて少し秋を感じる中、向かってくる男、レイスさん、よし、おはようございます。おはよう。あれ、今日もサーフィンやられてるんすか？うん。どうされたんすか、今日も。あれ、帽子とサングラスは？これサングラスだけしたじゃん。サングラス、紛失されてましたね、確かに。はい。結局出てこず。はい。それで、まあ、次買ったんだけど、はい。またなくすのは嫌だなと思って、はい。もう取って、帽子も取って、結構波あるからさ。あー、そういうことっすね。なくしても。はい。でも、俺はエイズだよ。あ、俺はエイズだよ。ちょっと江戸本さんかと思ったっす。今日もエイジさんっすね。そうですよ。はい、うん、もうネクタイなんかすごいからな。そうっすね、もうスカーフみたいな、スカーフ、タオルか、タオル、もうタオルみたいな、もうハチマキみたいな、ハチマキ巻いてるみたいになってます。はい。え、なんで今日もまたサーフィンやられてるんですか？ちょっとさ、はい、精神統一しようかと思って。え、あ、なんか、はい、いろいろ考えるんだってさ、はい、もはい、悩みがちなんだよ、人生において。え、差し支えなければちょっとお伺いしてもいいですか？いや、はい、いや、ちょっとな、一、はい、人になりたいなっていうのがあって、はい、いやけど呼ばれましたけど。そうそう。それだったら一人でやっていただきたいですけど、その割には。そうやな、はい、呼び出し、はい、はい、いろいろこう、はい、精神統一したくてさ、はい、っていうのも、はい、先週の LINE ライブ中道でした。いやー、最高でしたね。最高、はい、最高よ、まさにさ、はい、まさにこれだよね、はい、最高最高最高でしたね、はい、いもういいっすよ、置いといても、はい、最高だったんやけど、はい、そのやっぱ俺は本当に本気でトークセッションするつもりやったから、剛さんと。そうでしたね、前日からの当日までの流れ、うん、いろいろありましたね。そうだな、はい、激動やったな。激動でしたね。夜8時からリハーサルスタンバって、うん、5時間ぐらい、はい、待ってたな、はい、待ってたというか、っていうか話寝てたよな途中で。ちょっともう本当眠すぎて。あーなー、はい、いや深夜1時までですよね。いや俺はもう眠さを超えて、はいはい、もうなんか悲しさいっぱいやったよ。そうでしたね。もう何なんこれっていう。そうですよね。あ、まあでも、はい、あのライブ出て、はい、エネルギーもらったし、はい、トークセッション。でもね、俺の友達はこういう人もいるんだよ。あのトークセッション見ましたと、はい。でもあそこで榎本裕美、はい、エイジさん出て、はい、ありだじゃないですかと、はい。YouTube で皆さんに笑顔を送りたい。はい、頑張ってるんですって。はい、ありだと思いますって意見もあって。はい、あ、そうなんかなと。まあ思ったけど、はい、でもまあ選ばれなかったですよ。事実は事実なんで、まだまだ力が足りないなと。あ、力不足やと。それでいろいろ悩んでたってことですか？そう。ああ、うん、やっぱ自分の選ばれなかった理由、うんうん、それを追求しに。すごいっすね。そしたらやっぱさ、はい、ちゃんと乗れてないなと、このビッグウェーブに。なるほど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 。そうなんや。はい、だから、はい、ネクタイおかしいな、大丈夫これ。大丈夫です大丈夫です、はい、だからおかしい、乗ってないなと思って、はいはい、しっかり足元を固めようと、はい、雨降って地固まるじゃないけど、はいはい、それでまずは乗ってたよな。全然悩んでないじゃないですかもう明白になってるじゃないですか、もうなあ、はい、なるほどなるほど。そう、はい、そういう生き方なんだ俺の人生って。ああ、素晴らしいですね、うん、やっぱ剛さんのさ、はい、命っていう歌知ってる？面白いです、はい、すごいよ、はい、
海になりて激しくうねりくるほど海になりて、あれは確か俺19の冬だった。あれすげえいいな。はい、いやもうまさにな、そんな気持ちやな。え、海になりたいです、うん、海になりたいですそれも海ものとも、もうまあそういう大きな、そう大きな、そうっすね、そうそうそう、男になりたいと、うん、はい、そんな思いやな。どうですか、捉えられましたか、そんな中波は。うん、少々いや少々ぐらいがいいんだよ、はい、この完全に乗っても、はい、それはそれでな、はい、頂点になるから。はい、そうっす、ね、少々乗れるぐらい。すごい謙虚っすね自制心ない方だと思ってますけど自制心お持ちなんですね。はい、アンダーコントロールあと最近あれっすね、アンガーマネージメントも。あれそんなこと言うなよお前そうだよ、アンガーマネージメントな、クラス出ないとかあんだろうな自分をコントロールしてやけどなそうっすねちょっと感情も大事ですけど、そうやな、はい、時には冷静な。いやでも俺の中で美学があって、はい、喜怒哀楽を出せる、そうっすね、っていうのは素晴らしいことだと思って。素晴らしいです、はい、な、強さもそうじゃん、喜怒哀楽、はい、そうっす、ね、俺もやっぱ喜怒哀楽を出す素晴らしさを、はい、やっぱ体感してんだけど、やっぱし、いや悩んでるじゃないですかでも悩んでるまあ確かにけど、はい、うん、そうっすね、ああ、はい、それが人間やからな。人間っすね、うん、人間らしくてすごいいいと思います。そんな人間になりてやな、ほんと散りばめてきますね、いろんな曲を。いやぐるぐる回ってるもんな、ぐるぐる強さんが常に回ってる。ただ波に乗り切れてないっていうところでいくと、はい、そうだな、まだ登録者数、うん、110人超えましたけど、うんうんうん、やっぱなかなか足踏みやな。そうですね、あ、まあそれでも110人までなんとか増えましたけど、うん、あと LINE ライブの時の、はい、もうドキュメント映像って言っていいんですかね、あれは感動もんやんな、感動のあのドキュメント、うん、どのくらい見てるっけ。620、はい、まだまだ伸び悩んでるな。そう初日2日目ぐらいすごい行ったんですよね。これもう、うん、1000、ついには1000行くかってちょっと楽しみにしてましたけど、ね、足踏みしてます ね、 ね、はい、まあ、やっぱ甘くないっすね、この世界は本当に、うん、勉強になりますね。そういった意味で波にどんどん、うん、はい、捉えるためにやっぱ挑戦していきたいですね。そうやな、はい、本当にトライアゲンフォージャパンやな。そうっすね、やっぱりラグビーボール持ってやっぱ、そこ忘れずに行きましょう。そうやな、ただちょっと一つ、はい、提案、提案というか、いいな、いいな、どうなってるんですかっていう、そうやな、はい、うん、話させていただいてもいいですか。はいはい、エイジさん、うん、出てこいやシリーズ、おーやったな、男の泣き、男の知恵たち出てこいや、はい、うん、やったなじゃなくて、うん、まだやってるんですよあれ。まだ行ったらな、男は出てきたらいいけど、まあ、最近出てこないもんな。最近出てこないっすね、もうないな。今まで5人ですよね。5人やな、川島英二選手、うん、ヒローグレイシーさん、青木のりちか選手、亀太郎、浦島太郎、その男の中の男を出てきましたけど、結局、うん、誰が男の中の男なのか全然、そうやな、はい、てっぺんを決めなきゃな、だと思うんすよね、うん、やっぱり最強の男は誰だっていうとこ、そうやね、はい、何やってんすか、何や、決めましょう、よし決めよう、はい、そうやな、はい、どういう風にして決めるか、いやいやいやそれ主催側っすよね、そうやな、そうっすね、決めないからな、そこちょっとやっぱりはっきりさせて、そうやね、一個一個やっぱあれやな、はい、やっていって、そしたらな、まあ、フォロワーもついてくるやろ、ツイッターのフォロワーも、いやあのシリーズあんまり伸びてないっすよね、動画楽しいんだけどな、そうす、特にあの浦島太郎と、浦島太郎と亀太郎の感動、亀太郎は大陸、太平洋横断、ぜひちょっと見ていただきたいですけどね、あれすごいよな、はい、あれ田梨が言ったんだからな、
雨は、はい、歩いちゃダメですよ、北上してくださいってな。それが大ヒット。全然ヒットしてないですからね。100も行ってないですよね、確か。そうやな、ぜひぜひちょっとあの5名の男っていうものを一旦もう一回感じて、うんうんうん、で最終的に誰が本当に男なのか男なのか決めるか、決めましょう、うん、はい、次回よし、次回決めよう、決定しましょう、うん、はい、よし、じゃあまた次回よろしくお願いします、せーね、はい、OK、 ありがとうございました。はい、あるかい、まだあるかい、そんな、はい、そんな人間になりて、いや、まあそうなんですけど、この今日の心境、鈴木さんが食べてるかな、長渕さんの、はい、歌に、うん、で言うと今日はどんな、え、今日、はい、え、さっき言わなかったっけ。さっきのがあれなんですね、うん、命ですか、海になりて激しくうねり狂うほど海になりて、あれは確か俺19の冬だった。いいなぁ。で、サビ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 はサビ今のあれですよ、サビに行く前の、あ、そっかそっか、はい、中途半端な親切よりもっとシャニムーに行きたい、中途半端な慰めなのに振り向かず走り抜く命が好きだった。そうっすね、ああ、はい、あれで、はい、俺最初あれ記憶すごい感動したのは、無所無所バーの流れ、はい、水は一緒だったってことですね、はい、ああ一緒なんやな、多分同じ水道から、水道管、はい、違う、違う、その水道管ではないと思います。そうやな、はい、元は多分一緒だと思います、はい、そこで感動したんですか。いやいや、最初な、当時、当時、あ、当時です、ね、あの時さ、剛、はい、さんがタイマーで捕まって、はいはい、でもタイマーなんてさ、はい、全然大した薬じゃないじゃん、なんでそんなこと、薬じゃないですよ、何やったっけ、タイマーって、タイマーそうっすよね、あ、葉っぱ、はい、自然な葉っぱじゃないですか。ねえ、はい、なんか北海道では自然に生えてるみたいで、あ、そうなんすね、で、あの野焼きをするのよね、たまに、消防士、消防士の人たちが、消防団の人たちが、あ、そうなんすね、町の、そしたら、はい、もうみんな行っちゃってるんで、煙にまかれていや、本当にそうなるみたいな、へー、全然あんな違法じゃないよな、まあ違法なんやけど、大したことない、まあ、日本ではっすね、アメリカはみんなやってるもん、カリフォルニアは合法やもん、今合法っすよね、そうよ、そっちあんなに捕まるなんて信じられないけどな、まあでも、いやー、あれ聞いて、あれ俺大学生の時やったかな、あれだな、おお、ああ、顔面から、顔面から、顔面から崩れ落ちた。だいぶ良かったっすよね。良かった、はい、すごい良かった、良かったっすね。何のあれが一番思い出深いですか。一番良かったのはやっぱ心配しないでかな、あれ、ああ、渋いですね、愛しているから心配しないで、いや、はい、やっぱりあれ本当に皆さんに対してのエールだと思うよ、剛さん、俺の気持ちはこうなんだよって、ちょっと今距離が離れてるけど、ね、愛してるからなって、心配するなって、はい、そう、じゃあ、さ、はい、ライブで何が一番良かった、僕ですか、うん、僕やっぱシャクナゲ色の空は、 あれはやっぱ、愛とのコラボもいいんですけど、うん、単独も、あ、いいね、すごい良かったですね、うん、はい、いや、あの歌はさ、すごいこう、まあ他もそうなんだけど、すごいこう響くね、今、ね、今のこの状況が、はい、そうっすね、医療従事者に対して書いたんだっていうのがあったけど、はい、いや、素晴らしいな、そうっすね、おお、ああ、顔面から、顔面から崩れ落ちた。